始まりました。のんびり二人旅、略してのんたび。今日はお出かけ、今日もお出かけしたいぞ。パーソナリティのよっちゃんです。毎日よっちゃんに振り回されてしんどいぞ、だいちゃんです。しんどいの？しんどいな。この動画は美味しいものを食べたり、ご支援集めたり、道の駅のスタンプを集めたり、綺麗な景色を見たりする動画になっております。ということで、今日はどこへ行くのかというと、曳山博物館。まあ曳山博物館の中には今日は入っていないんだけど、目的地はそこにしています。で、なんでね、曳山博物館に行くぞってなってるのかというとね、大ちゃんのね、フォロワーさんのね、ツイッターでね、今度近世城下町ふるさと祭りに出ますみたいなさ、やりますみたいのね、よっちゃんが見てね、じゃあ行こうってなって行くことにしました。で、ルートはこんな感じで、うちらが止めたのは長浜市富公園駐車場っていうところに止めました。時間はだいたい高速使って1時間半ぐらいだったっけ。そんなにあれやった、早かった。もっとかかってた。2時間ぐらいかかってなかった。なんか途中渋滞っぽかった。違う、いや、すんなり行ったけど結構遠かったで。あれ、そうだっけ、うん、じゃあ Google マップがちょっと違うのかな。という感じです。で、駐車場の方に着きました。早いな。まあね、ここの道中がね、いつも省かれてるからね。で、ここは、3時間までは無料で、3時間を超えてからが1時間100円、うん、まあ時間はね、なんかいろいろ細かくなってるから、実際使う人はちょっとなんだっけ、サイトの方を確認してから行った方がいいと思います、うん、あとあれかな、そこ隣にテニスコートがあって、そこよう使っとるから、いろんな人使うし、うんうんうん、埋まりやすい駐車ではあるかなって感じます。まあね、うん、まあ広いっちゃ広いから、だいぶ広いから、まあまあそんなにいっぱいになることないと思うけど、うん、なんかイベントことがない限りは大丈夫だと思います。で、この JR のね、三成くんっていうのがいてね、で、ここでね、ガイドさんがちょうど、なんだろう、受付やってたみたいで、うん、そう、それでこのふるさと祭りのパンフレットをもらうことができました。ホームページじゃタイムスケジュール載ってなかったもんな。そうそうそう、それでね、ステージがやるっていうのでね、うん、見に行きたいっていうことだったんだけど、それがね、残念なお知らせでね、今の時間が9時なんだけど、実際始まるのが11時から。そう、よちゃんが勘違いして9時から始まるとかって勘違いしてたからさ。そう、よく後で調べてみたらさ、11時から16時の間でいろいろやりますよみたいに書いてあったんだよね、うん、ということで、じゃあ2時間どうやって過ごそうかっていう、早起き、朝から叩き起こされて行くでっつって引っ張り回されて、これやもんな。で、それ以外にもね、楽市楽座って言って、あの城下町の商店街のところでいろいろやってたりとか、あとさっき言ってたガイドさんと旅歩き、違う、城下町さんを巡ろうっていうのをやってたりとか、うんうん、あと他のところでもサミットとかトークライブ、いろいろ、あと謎解きランチもあったらしい、行ったりはしてないんだけど、そういうこともあったらしいです。で、今日の本命はなんだっけ、忍者さん、うん、のライブを見たいので、それまで過ごしたいと思います。で、このね、サバそうめん、サバそうめん、そうめんにサバを入れるっていう発想がまずなかったけどな。美味しいかな。そうだね、これが長浜町のね、有名な、まあ、名物らしいもんな、うん、らしくてね。で、この時間はまだ9時だからどこも空いてなかったんだけど、あとオルゴール堂っていうね、やつがあって、ああそうそう、オルゴール屋さんな、うん、そうそう、前に行った時はなんかジブリとコラボしててね、ああ、外に大きなトトロがいるから今回もいるかなって思ったんだけど、残念ながらいなくて。でもこれすごいよね、うん、
なんかツタが張ってるというかさ、昔の建物みたいな、うん、魔女が住んでそうな建物だった。で、この噴水ね。噴水ね。で、なんかこういうなんていうのかな、セットじゃないけどさ、うん、こじゃれてるよな、こういうな、うんうんうん、何々キーのバス停もありの黒板もありの、うん、ここら辺はね、他にもいろいろね歴史的なものがあるみたいだから、うん、行った人はぜひねゆっくり1日かけて回ってみるのもいいと思う、うん、で、うちらが次に行くのはお寺、うん、のところに向かって歩いています。で、その間にあれだよね、お花キツネがいるんだよね。そう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 、よくわからん、なんか変なやつあーってやってる変なやつ、あーってなんか妖怪、ナルトにもこんなキャラクターいなかったっけみたいな、そう感じで考えながら、で、お寺に着きました。なんでどこ、大通寺っていうのかな、大きい通りにお寺、もう大きかったけどな、うん、ねえ、全然カメラには入らなくてね、うん、全部が。で、中はこんな感じ。だいぶ掘り物も掘ってたけどな、この扉、うん、扉とかもう、そうだね、うん、で、ここね、鳩の餌やりのねやつがボックスの中に入ってて、ね、あ、餌あっとったな、うん、で、みんな餌やりしてたね、巻いとったな。で、ここ自体が10時から確か開くってなってたね。そうそうそう、10時から、うん、ここは御朱印がなくて御法印、うん、違う、法護印、うんうんうん、法律の方に法護印かな、法護印、うん、浄土真宗系列はないから御朱印が、今回はちょっとその時間の関係上開くまで待てなかったんだけど、そうやな、そう、ぜひね、行ったらまたもらっていきたいなとは思いつつ、うん、はい、ということで次は長浜天満宮の方にやってきました。で、ここはね、秀吉さんとゆかりがあるんだっけ、確か、え、そうだったっけ、あれ違ったっけ、立て直ししてくれたんじゃなかったっけ、あ、なんかそんなこと言っとったな、うん、とりあえずあれやな、お参りして、うん、ご神もらって、もらって、ご主人良かったな、うん、かっこよかったね、うん、なんか虎さんがね、金冠でついててね、うんうん、で、見たらその秀吉さん自体が虎とゆかりがあるみたいだから、だからそれで、まあ、虎を前面に押せたな、うんうん、一瞬、今年が虎年だからのかなとか思ったんだけど、なんかちょっと違うみたいな、うん、そうそう、あとボケ防止のね、まあ、なんか入ってたな、お守りがあったんだよね、うん、長寿の神様だからか、うん、そういう感じなんだね。結局ここお参りしてなかったな、ボケ封じの宮は。あ、そうだっけ、行ってないと思う、一番奥のところか、うん、うんうん、そうだね、手前のところで終わっちゃったからね、うん、で、この池に浮いてるところでお参りして、うん、池でなんかやってたんだっけ昔は、うん、今もやってるんじゃなかった、あれ、そうなの、うん、マジか、蛇の舞みたいな、うんうん、そんな感じだっけ、あんま多いじゃないけどさ、うんうんうん、再建した時になんか建てたみたいだったよね、うん、水害を収めるやつじゃなかったっけか、うんうん、確か、なんかお祭りがあって毎年やってるみたいなこう書いてあったような気するけど、うんうん、ここは何だかいな、ここは天満宮さんだね、あ、これは天満宮、うん、あとここ面白いのがさ、江西松っていうのがあったりとかさ、うん、あと車払い所、ああ、車のお払いな、うん、何やったっけ、どこやったっけ、小坂、ああそうそうそう、あそこと一緒でな、うん、参拝してる時も車やってもらってる人おったしな、うんうん、ほんとなんか地域に根付いてんのかなって感じだよね、うん、そういうのを考えると、次、あ、次ね、これね、動画がね、ないんだよ、ここまでの道中の。なんて、帰りやから、いっかっつって思って、撮るの忘れたわ。そう。どうやってここつなげるよ。とりあえず、次回になったから行きましたでいいんじゃない、うん、じゃあ、ということで、次は、
近世この城下町ふるさと祭りの様子をお送りしたいと思います。はい、お送りしてください。でさっきのな、何だっけ、引山博物館、うんうん、に戻って、まあ、イベントを見ましたと。うん、まあこれの前に市長さんの話とかがねあって、そう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 、うん、市長と町長と茶は実行委員会かなんかの話だったかな、うん、そうそうそう、うん、でまずはライドの方からな、うん、じゃあ見てください。だだどうぞ。ありがとうございます。暑い中ではございますけども、もしもしよろしければ遠巻きで綺麗に日陰の中に収まってる皆さん、もしよかったらちょっとね、今から15分ぐらいのショーをやらせていただきます。大丈夫だなという方、また日傘持ってるからという方、よかったらね、もうちょっとこう隙間の方、前の方来ていただけると、我々もなんか遠くにいらっしゃるより近くにいてくれるとやる気が出てまいりますのでね。 ありがとうございます。あ、甲冑武者一番暑いのに一番前来ていただいてありがとうございます。はい、武者の皆さんもね、ご無理のないようにお楽しみいただければと思います。さあ、というわけで改めまして、我々ですね、今回お招きいただきまして、ただいまから、まあ、ほんの10分15分ほどではございますが、まあ、ミニ忍者ショーというような形で忍びの技をご披露させていただきたいと思います。写真撮影は OK、動画撮影、前半ちょっとね、途中前半の技のパート、最後に演舞のパートとありまして、演舞は OK、技のパートはすいません、動画は NG とさせていただきます。ちょっと分かりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。ライド代表ゆかでございます。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますと言っても今で終わったんですけれどもね。はい、はい、私たちの演舞はこれにて全て終演でございます。次は、13時午後1時からこちらでまた再びお目見えしますので、ぜひね、ちょっと暑いんですけれども、はい、お集まりいただければ。でライドさんが終わりました。ございます。よろしくお願いいたします。結構最初に、まあ、動画 NG なんやけど、あの武器の紹介があってな、こういう風に使えますよとかって、なんか入門生、なんだっけ、練習生、訓練生やったっけ、なんか見習いの人がおってやんな、最後に演舞してやけど、そう、で雪の城さんがな、最後ファンさせてくれて最前線で構えてたからさ、こっち向いてくれたらニコってしまってな、うんうん、かっこよかった、かっこよ、あれだね、うん、大ちゃんはもうね、雪の城さんのファンだからね、ファンやからすごい喜んでいました、うん、で次終わり、町人衆のライブをどうぞ。はい、皆さんこんにちは。終わり町人衆と言います。よろしくお願いします。暑いですね、大丈夫ですか皆さん、ね、水分とって
倒れないようにね、塩分の方を見ていただきたいと思います。はい、まず始める前にね、我々の紹介をしたいと思いますが、我々尾張町人衆って言いますね。尾張の国、先ほど伊賀の国本場のね、忍者が出てきましたが、我々は伊賀の国、忍者は各地にいろいろいましたね。伊賀甲賀ね、いろいろいました。でその中で我々は尾張の忍者ということで、今日ここに参上いたしました。日頃ですね、こういったお祭りね、出て、パフォーマンスをさせていただいております。それでは尾張町人衆忍者パフォーマンス、どうぞお楽しみくださいませ。町の忍者パフォーマンス楽しんでいただけましたでしょうか。はい、ね、これからも尾張町人衆の応援をぜひよろしくお願いします。 Facebook、Twitter とありますんで、また覗いていただけるといいかと思います。この後もふるさと祭りお楽しみください。それでは最後に今日の忍者の紹介をさせていただきます。大きな拍手をお願いします。疾風のごとく駆け抜ける早田、アクロの忍者エンジン全開大橋、狙っ
逃がさない。で、チョニーシューさんたちはね、ライドウさんとまたちょっと違っててね。そうやな、チョニーシューの方は音楽だけで声がなくてやけど、それはそれでまたなんか違った、うん、感じがしよかったかなっていう感じ。うちはなんかあれやったな、武器は刀一本だけでって感じだったな。うん、うん、そうだったね。あの司会の人がね、応援団長みたいな、ね、そう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 、ことを話したりとか、おじさん忍者とか自分言ったりな。うん、それもそれで、ライドさんの方の司会の人も面白かったけどね。うん、そう、こっちのオワリさんの方も面白くて、すっかり見とったわ。もう拍手するのも忘れてね。そう、見てた見てた。で、次は？で、次はこのね、動画は NG だからね。うん。アテレコライブっていうのを見ました。そう。おいや、山口勝平さんが出てってのはびっくりしたな。びっくりした。うん、いや、来るっていうのは、来る？いや、まさか来ないでしょ、リモートでしょ、とか言ってたんだよね。そうそうそう、リモートか、声だけの出演かなとかって思ってたんやけど、うん、まさかな、本人現地に来てると思ってなくて。ねえ、そうそう、びっくりした。びっくりしたな。普通にこのな、秀吉くんと、うん、だっけ、家康くんか、いや、三成くん、三成くんや、ごめんごめん、間違えた。掛け合いというか、アテレコも普通に面白かったしな。面白かった、うん、最後は某コナンのあれに締めてたしさ。そうだね。それぶち込んでくるみたいな、普通に笑った、面白かった、うん。だいぶ暑かったからな、甲冑着たまま喋っとったのはだいぶ暑そうやったけどな。うん、思った思った。え、なんか2人の甲冑もだっけ、去年から作り始めたやったっけ。ああ、言ってたね。なんか違う違う、何年か前から作ってたんだけど、あのコロナで着てくることができなくてって。そうそう、着るのが今回初めてやった。そう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 、完全オーダー製のオリジナル甲冑っていう、うん、すごいもん作って何本ぐらいすんねやろな、高いやろな。ねえ、そんな感じの楽しいライブを見ました。うん、楽しかったな。うん、で？で、帰る時間になりました。ここでな、ちょっとその引山博物館の前の通りにある商店街、商店街かなあれ。うん。で、ジュースをな買ってんな、喉渇いたから、うん。そうそうそう。バナナジュースがあってね。バナナジュースとバナナチョコジュース。うん、そうそう、チョコバナナジュース。うんうん、アイスも美味しそうやったけどな。うん、これ美味しかったな。美味しかった。いくらだっけ、400円ぐらいだっけ。うん、こんな感じ。うん、それでね、こんだけ美味しいのを買えたのはね。500はなかったか、350ぐらいかな、もうちょっとだったかな、400ぐらいかな。うんうんうん、なんだっけ、砂糖使ってないのよね、うん、で氷も使ってないのよね。そう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 、そうそうそう。でも美味しかった、素材の味がした。うん、甘かったしな。うん、うんうん、砂糖いらんでも全然甘いやんと思って、うん、美味しかった。町の駅っていうのがあってね。あ、まあ動画は撮れてないんだけどでそこでホタテの浜煮っていうのがあったからそれも買いました。ちょっとな、ホタテに惹かれてな。そう、買ってもって、まあお皿に出してる写真もあるんだけど、うん、ちょっとあの集合物が苦手な人には無理だと思ったから袋の写真しか今入れてないんだけど、そう、美味しかった。なんかほんまに甘にやったな、うん、甘かったしな、美味しかったな、うん、ご飯とね、ようあったわ。一瞬でご飯なくなった、めっちゃ美味しかった、うん、美味しかった。あとはきんつば、うん、そう、なんだっけ、途中でもね、誰だっけ、天野さんか、天野優さんもね、きんつば美味しいよってね。あ、言っとった言っとった、言ってたね、たちはね、きんつば、きんつば食ったことなかったから、うん、あ、これがきんつばかと思って。結構なんか弾力あったよな、これ。そうだね、うん、なんか今まで食べたことがない味がした、うん、中はさつまいもやったっけか。うん、うん、そうそうそう、甘すぎずで美味しかったな。うん、あとは、途中で餅屋っていうね建物を見つけて、あ、そうそうそう、いろんなところの和菓子さんが共同で出してるところがあって、うん、でそこでいろいろ買ったんだけど、特に美味しかったのがその茶吉っていうお菓子が美味しかったんだよね。これ抹茶だったっけ。うん、抹茶だったはず。抹茶、うん、抹茶、外側が抹茶で中に白あんが入ってて、うんうん、っていうお菓子だったね。あ、これな、美味しかったな、うん、このね、インチがね、
いいなと思って。あ、水ないのな、カモンが入ってねえな。そうそうそう、美味しかった。美味しかったなこれな。本当これ美味しかった、また食べたいなって思う。で、あれな、よっちゃんがな、そのアテレコライブで質問しててな。あ、そう、アテレコライブの時にね、最後質問コーナーみたいのがね、うん、あってね。そう、山口さんが何やったっけ、長浜観光大使だったっけ。うん、だったんじゃなかったかな。な、うん、どこおすすめですか長浜でって、うん、よっちゃんがな聞いたんだよ ね、 聞いたよね、うん、山口さんは筑後島言ってんな、言ってた言ってた、うん、でも筑後島は連絡船があって行けるタイミングがあるからさすがにな、終わったんが12時過ぎ、1時ぐらいだったっけぐらいだったね。なあ、うん、まあさすがにここから筑後島船で渡っていくのはあれやからっつって、で天野さんが豊国報告、報告神社だっけ、うん、そう、これねずっとね豊国だと思ってたんだよね、うん、そうそうそう、そこがなんかあの、うん、看板が面白いのあるからおすすめやでって、うんうん、言ってたって、うん、そうそう、まあ帰り通るし行ってみるかっていうことで、うん、行くことにしました。ここは秀吉にちなんでつけたんやったかいな、だったんじゃなかったかな確か、まあ、加藤清正の像があったりとかしてたからな、うんうん、のそうで、この神社の前にパネルがな、うん、あんねんなこれな、うん、そうだね昔ねちょっと一回来たことがあってね、うん、その時はあのなんとかくぐり厄除けの、そうあの何だかいな、なんかあの6月に置いとくやつ、あ、そう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 、半年のやつのくぐったらな厄除けしますよってあったんやけど、うん、今回こっちゃってな、うん、これ、ね、すごかったのが、あの多分ベニヤに直で絵描いてた感じだったな、うん、パネルじゃなくてね、うん、それがすごかったよね、うん、本当ね、こんな細かくというか綺麗に絵描いてあったもんな、ムラ、うん、がなくてね、うん、びっくりした。だからご主人ね、うん、よっちゃんの方はかっきょうきのタイプやな、そう、このデザインがかっこいいからかっきょうきでって言ったんだから、うん、言ったんだけど、ちょっとあの実際の筆、うん、じゃなくて印刷になっちゃってたんだよね、そうそうそう、で大ちゃんの方が直書きの方やな、うんうん、してもらってて、こんな感じ、これもかっこいいよね、うん、タピというか、そうそう、でなんか知らんけど表面の一番最後のなんていうかな、のり付けしてあるところのあれに書いてくれてたからさ、うん、そう、隣があのゴールデンウィークで行った真田神社になってるっていう、うん、結構昔のそう、う裏面だいぶ進んでんのになと思って、うんうん、書いてもらったはずなのにないって焦ったらそこやったっていう、あ、そうなんだ、うん、マジか。これ以外にもね、そのトライシ、うん、っていうのがあったりとか、あとそのもんあったりとか、いろいろあるんで、いろいろあるけど、よっちゃんがね漢字が見えないんだこれまあいろいろあります、いろいろあるのでゆっくり見てみても、まあそこまで時間かかるものじゃないから、うんうん、見てみても、亀石とかトライ石とか池とかね、すぐ横に駐車場もあったしな、あったあった、うん、そうあるのでぜひ見に行ってみてください。はい、で帰り道と思いきやまだ続いてるという、そう、他のな動画でな、なんかあの大津のサービスエリアに行ってる動画があったからちょろって見たんやけど、うん、めっちゃなんか新しい建物で、え、こんなとこ行ったことないやんって思ってたから、うん、帰りにな下りのサービスエリアやったし、うん、あ、ちょうど寄れるやんということで、でこんな感じになってて、うん、2階がフードコートで1階がいろいろお土産とか、あとなんかあれやな、長距離ドライバーが休憩するような場所もあったりとかしてる、うんうんうん、なんかすごいとこやったな、うん、あとマック、そう、マクドあんねんなここな、ねいっぱいいろいろ入っとったわ、入ってる、まずね1階のところのねスタンプをね、うん、探そうっていつもの恒例の、結構探したな、うん、だねー、いろいろ本当あんのよね、お土産物屋さんとかね、結構広いね、ここ、うん、うん、ここにあったっけ、
ちゃうわ。もうちょっと先かな。あれどこにあった？あ、そっちか。うん。でここにありました。これは琵琶湖？じゃなかったっけ？だね、うん。やっぱ大須といえば琵琶湖？うん。なのかな？で、ご飯食べたな。うん。お腹すいた。に上がっていきましょう。ご飯らしいご飯、長浜では食ってないから。そうだね。スイーツしか食ってないな。うん。これ何食うか迷ったんよな。そう、いろいろあってね。そう迷った。ひつまぶし食べたいとかね。そうそう。大ちゃん何と迷ってたっけ？俺はカツ丼と迷ってたはず。だっけ？カツ丼かそばか。うん。食べたやつ何食べてたっけ？ここで。味噌カツ？あ、味噌カツ。あ、そう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 。味噌カツ定食や。味噌カツ定食だってる。うん。ゆちゃんはカツカレーちょ。うん。おつカツカレーかな。を食べました。値段の割には結構量多かったよな、どっちも。そうだね。これで1000ちょっとぐらいだったね。1100円ぐらい。ゆちゃんの方は。うん、俺が1080円かな、そのレベル。あ、じゃあ俺880円や。ゆちゃんが1080円や。うん。うん。福神漬け食べれへんからって俺の方に起こしてやった。甘いんだね、福神漬けってね。まあ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 、うん、美味しかった。カレーは辛かった？いや、あ、そこまででもなかったよ。うん、うん、甘口よりはちょっと辛いかなってぐらい。お水飲めば平気ってぐらい。あの、なんだっけ、おすすめリストってか人気順みたいな3位の中にね、これが入っててね、それで食べてみたんだけど美味しかった。味噌カツは？味噌カツも美味しかったよ。ソースが結構濃いめにかかってるから、うんうんうん、味もしっかりついてたし。おすすめ度でいけば星何本？難しいこと言うな。4かな。4か、うん、結構量も多かったしな、お味噌汁ついてたし。うん、多かったよね。プラス100円ぐらいで確か大盛りできるんだっけ。あ、そうやったっけ？あれ違ったっけ？そうやった、大盛りしといたかった。それ知らんかったわ。マジか。何で言ってくれへんかった？ここはね、食券制だからね、うん、それで選べたんだけど、マジか。あれ、うん、知らんで。よっちゃんのカレーだけかな、それかな。で、これを食べ終わった後にね、アイスが食べたいっていうのでね。暑かったもんな、この日な。暑かった。大ちゃんは何食べたっけ？バーニーラじゃなかったっけか。うん、のカップだっけ。カップ、うん。じゃあミルクソフトのカップを食べました。で、よっちゃんの方がなんだっけ、これ、オーツカルタじゃなかった。オーツカルタ、オーツカルタでポンポンをたの抹茶を食べました。抹茶ミックスか。うん、うん、そのクッキーのやつがなんかあのカルタになってんねんな。そうだね、百人一首になってんだよね、うん、なんかいろいろ書いてあったな、うんうん、なんだっけ、おっちゃんのやつ、乙女のなんちゃらだったね。あ、そうな、そこまで見てなかったわ。大ちゃんの方どうだった？結構濃いめのミルクやったで、うん、味は濃かったよ。なんかあのミキと一緒でさ、うん、ふわふわしてる、あ、感じやったな。なんか普通のアイスよりはちょっと高級感あるかなみたいな感じのアイスだったな。そんな感じだった、うん、で、この展望台ね、綺麗かったな、ここな、うん、で、反対側の上りの方のパーキングも結構大きそうな感じだったな、うんうん、で、連絡橋があって反対側のパーキングも綺麗になっとったな。あ、そうだっけ。ああ、え、そうなんだ。なってたよ。知らなかった、それは。歩道橋みたいなのがある、うん、なんか展望台が2つあってね、屋上ともう一個外あんねんだけど、うんうんうん、今出してるのは屋上の方ってやってるかな。3階の方、3階の方じゃん、もう一個がある。うん、で、季節によってこんなとこがいいですよみたいな、うん、あってな。あったね。さ
すがに冬は来れないなって思いながらね。ああ積雪はちょっとな怖いな、うん、あでも彦根城はね本当ね気になるのよね。彦根城遠いからな。うんいやまあ今回の長浜の方が遠いよ、まあ、言って、うん、もうよっちゃん彦根城に夢を見すぎちゃってね、うん、いつでも行けば彦根城に会えると思ってるから。そんなことはないわ。あの着ぐるみがお迎えしてくれると思ってるから。あのディズニーと一緒で。なわけあるか。だからね彦根城には行けてないんだけどね。なわけあるか、うん、ずっとおるわけね。あのショックを受けたくないから行ってないけど、うん、でこの降りたところにね、そうそうそうドライバーの休憩するてかマッサージチェアとシャワーと漫画を置いたんやな。うんそうそうそう。でティーカウトできるところもありの、うんうんうんゆっくりできるよね。うんほんとこういうのはありがたいなと思う。24時間空いてるのかなやっぱり。まあ空いてなかったら使えへんしあかんか。うんまあ空いてほしいなと思う、うん、で今日の今日のまとめだよ。今日のまとめ、本日はこれで終了です。です。結局イベントだけ行ってチャット帰るから午前中ちょっと過ぎた昼過ぎには帰ってくれるかなとか言って帰ってきたのは4時とか5時だったな。今日のお会計は？あ？まだ？今日のお会計？うん。まだそんななんか人の感想言ってるのをさ妨げるわけ？今日のお会計は。まず長浜で買ったあの八幡宮の御朱印が300円かけ2の600円であのバナナジュースが400円よっちゃん飲んだチョコバナナが450円で初めて食べた金つばあれ何個入れたかいな4つ入りで680円で高速調べてなかった高速が1400円かけ2、うん、2800やな、うん、休日割がやっぱ大きかったなあ。あとガソリン1回入れたか2000合計は6930円と、うん、まあまあ使ったな。まあそやけど今までに比べればだいぶ安めやな。そうだねゴールデンウィークに比べれば。うんあれご飯代入れた？ご飯代入れてないわ。入れてないかそんなのもまあ抜いてるから今回安くはなってるね。そうやな。うんまあもうちょっとご飯代があるからもうちょっとあるかなって感じ、うんうん、まあ各自のやつはここにはあんま入れないからね。そうやな、うん、今回各自で買ったから、うん、ということでまあだいたい7000円から8000円ぐらいかなって感じ、うん、そうだねですですまあイベントも堪能したしそう腰もらったし、楽しかった。長浜城見れなかった。長浜城は見れへんかった。見れなかった。まあそれは次回の機会だね。そうやな、うん、他にも行かなあかんとこいっぱいあるし、うん、猫の島も行ってみたいし。行ってみたいし。何島やったか忘れたけど。沖島かなんかの名前だけど。あ、そう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 。うん、ということでこれから梅雨入りなんでちょっと行くところは減るかな。いや動画出してる時は絶対もう夏あもうそやな夏入ってんな夏秋だけどうん、うん、梅雨空いてると思うけどうんということで、まあのんびりやっていくのではいはいということでこの動画が良ければチャンネル登録とそしてグッドボタンを押してください。あいっぱい押してくださいいっぱい連打してください連打してくださいだって100人やね100人100人無理だろうな今36人目指せ100人でもレシティもうすぐ700回やで、ね、嬉しいね700回やでありがとうございます本当にすごいで、うん、しょっぱしめのグダグダ今もグダグダやけどさらにグダグダな、うん、なねあれが700回やでうん嬉しい
やばいわ。では次回の動画をお楽しみに。それではさようなら。